はい、こんにちは、総合監督と申します。イフットボールウィークチャンピオンスキャッツ、今日もこちらのゲームを実況プレイしようと思います。さあ、今回ですけれどもね、こちら、はい、新しいガチャがやってまいりました。アルゼンチンイタリア代表ピックアップ11連ガチャと、そして無料ですね、こちら旧正月、旧正月記念無料11連ガチャ、この2つのガチャが来ております。はい、今日はね、この、旧正月無料11連ガチャ、そしてですね、アルゼンチンイタリア代表ピックアップ11連ガチャ、このね2つをね、引いていきたいと思います。そしてこのピックアップの方はね、22年行きたいと思ってます。はい、赤 vs 青みたいな感じですよね。はい、どっちのガチャの方がいい選手が出るのか見ていきましょう。まずはどっちからいこうかな。無料からいきたいと思います。はい、旧正月記念の無料11連ガチャ、あまり日本には馴染みのないね、旧正月ですけれども、昨年あたりからウィコレもなんかこの辺でガチャが来るようになりましたね。ということでいきましょう。まずはね、赤ガチャの方からいきます。果たして赤と青どちらの方がいいのか。しれっとね、本当はね、ピックアップ起きた金バトや、やばないやった、オッケー、行きましょう。さあ、なかなかちょっと珍しい立ち上がりですね。またどうせなんか旧正月時無料11連ガチャとかしょぼいの出るんでしょって思ってたんですけどね。まさかまさかのこの展開。さあ、来た。アダン。ベルグ。この辺は微妙です。さあ、セルホビッチみたいなの来ましたね。さあ、キラーになりました。エルネギ。そして、ログ。マルコログかな、今のは。はい。この辺まではね、楽しいですね。はい。メデリウス?わからない。はい、なんか、年々、ウィコレの選手、わからんようになってきたな。あ、10連でもちょっとね、星5出ませんでした。さあ、最後です。ここがめちゃくちゃ楽しみなのよ。さあ、南北、結構合ってるぞ、めっちゃ合ってる。うおー、ファンダイク。はじめまして。いや、初めてファンダイク来た。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。いやー、これはマジ嬉しいな。ガーディアン、スルーフィード。スルーフィードって何?あー、ロングフィードか、ちょっと微妙、若干微妙かな。まあでも、グレード106やったら、うちのセンターバックの中では一番高いんじゃないかなっていう数値でございます。まあ、ナショナル更新がね、多分、次ぐらいはオランダに来るん、オランダ来るんじゃないかなと思ってるんで、うん。まあ、ありですね。新しいファンダイクも欲しいところ。さあ、なかなか良かった旧正月。さあ、ではどうだろう、この青ガチャの方ですね。アルゼンチンイタリア代表ピックアップ11年ガチャ、2回ですね。あ、ちょっと内容一応見とこうか。はい、初回のみ、これ1回引いたらかなり微妙なんですけれども、2回引くことによってアルゼンチン代表かイタリア代表の星5選手が確定するということでね、まあ、これは2回引いていいんじゃないかなということでいきたいと思います。まあ、ただね、多分厳しい。きついガチャやと思うけど、行きましょう。さあ、まずはエナボじゃない。まただ。どうした今日。ついてきた?行きましょう。金旗が待っております。さあ、グレード103以上確定。104か103かどっちやろ。103かな、どっちだったかな。とりあえず1人ですね。1人抜きです。さあ、行きましょう。青のガチャも割といいぞ。さあ、この動画をね、見てね、騙されてちょっと引かないようにだけ気をつけてください。結構多分厳しいはずやねん。このピックアップ11連みたいなやつは。赤 vs 青。これ、2回引かんでもいいかもしれんな。さあ、来た!これが金旗の威力。さあ、かなり上がってるぞ。どうだ、これ。おー、ボニッチか。まあでも最新のカードですからね。いや、嬉しいな。イベントの特攻ですからね。いや、嬉しい。ピンポイントタックル、パーフェクトスティール。まあ、いつもと同じような感じですね。しかし、ボヌッチは多分ね、今後、多分落ちていくと思うんで、うん、その点だけが微妙かなということです。まあ、ただボヌッチね、はい。置いとったらよかったな。今までのボヌッチもな。はい。2回目は確定。引けるなら引く。引けるんや。行きましょう。プレミアムボール205上昇してガチャを引きます。いきましょう。青、2つ目の青ガチャ。うわ、また前代未聞。これ3連発金バタは、これ新しいなってから初めてやもんな。めっちゃ嬉しい。行こう。さあ、行きましょう。これひょっとすると熱いな、今回のやつ。リミテッド手に入るかもしれんぞ。ひょっとするとしれっとリミテッド来るのか。さあ、行きましょう。まずは一発目から、もうこの辺は微妙ですね、相変わらずね。とりあえずな、星5のナショナル確定やねんな。もうこの辺のやつも、間違って売らないようにしないといけないですね。アルゼンチン代表とね、イタリア代表はね、間違って売っちゃうと、多分特攻のはずやからね。次のなんか、次のなんかのイベントで。星5になった、ここで!めっちゃ上がってんで、ね、やばない。あ、でも中ゼットか。微妙。まあ、ただ11連目。ここめちゃくちゃ大事。行きましょう。さあ、何番だよ。結構上がり幅が良かったらいいんやけど、104か。なんでやねんボヌッチ。ああ、それはちょっと嫌。マジで。うわあ、ちょっと夢見ちゃったな、今。あ
リミテッドの夢見ました。いやまあ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 悪くはないでしょう。でもね、条件上げれるし、まあ、星5のこのラカゼットとかはね、もう即売りなんですけどね、僕の中では即売りやけど、まあ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 、いやだ、ただちょっと微妙やな、ボヌッチに連発って、ちょっと危ない危ない、なんか変な飛行としてた。はい、ということでね、赤 VS 青、まあどっちもどっちか、ただ赤からはなんか普通にね、赤色のユニフォーム、赤色じゃないけど、まあ、オレンジのユニフォームのファンダイクが出て、青の方からはきっちり青のねユニフォームの、ボヌッチが出たということでね、まあ、赤 VS 青、今回は赤の勝ちかな。ああ今回赤の勝ちっすね、どう考えても。ファンダイクは結構嬉しいわ。はい、ということでね、まあ、今回も、ちょっとリミテッドね狙ってたんですけれども、残念ながらね、引くことできませんでした。まあ、ただね、満足感のある内容だったかなとは思います。今日はこの辺で終わりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。